はい、ちょっと今緊急で動画回してるんですけど、いやー大変ですよ。こちら、ランマ2分の1完全新作的アニメが制作決定したよという話でね。いや何回かね、こう、まあ、動画とかライブで、まあ、ランマね、ランマもなんかアニメね、またやってくれんかなみたいな話はしてたんですけど、いやーやってくれるかと、いうような感じですね。まあ、詳しい話はこちらね、ある通り、2024年7月17日水曜日18時から、公式 X のライブ配信で、こういうのね、YouTube とかじゃないんだね。っていうのはちょっと思いましたけど、これだね。このランマの分子アニメ公式、X アカウントの方でね、ライブ配信。まあ、何ですかね。声優さんとかと一緒になんか、制作スタッフとかと一緒になんかお話ね、されたりするのかなとか思ったりするんですけど。いや、でもこれまでもさ、汎用なしゃ姫の方とか、うるせえ奴らのね、対アニメ化の方では、こういうのやってたっけ？やってたらごめん。ちょっとあんま記憶ないんだけど。そう、まあ、やってなかったとすると、なかなかね、ランマ2分の1だけ、ちょっとその気合い入れてる感がね、あるように、私は感じますけど、いかがでしょうか。いや、でも楽しみだね。まあ、ランマね、やってほしいなと思ってたんですけど、ないかなと思ってたところの理由が、やっぱ、ちょっと時代的にね、なかなか、その、ハレンチ面が多いので、多いし、あと何と言ってもランマさんがね、男から女に、女から男に今変わるよっていう、あの設定も、まあいかがなもんかなとか、思ったりするとこではあるんですけど、でも逆に今 TS みたいなの流行ってるから、性別変換ね、ものがあるから、そう考えると逆に合ってる時代に、っていうふうにもね、思ったりします。あ、面白いね。ちゃんとこれ天道道場になってるよ現在地、っていうね、ちょっとした小ネタも入ってます。でこちらがその、公式のページになってまして、めちゃくちゃあれだね、スマホ用な感じだね。すごい縦長なんですけど、でも一応 YouTube の方でも、でもこれあれか、少年さんで公式の方に出てるだけだね、 YouTube の方は。でもまあ YouTube でやればいいのになあ感は多少ありますけど。で、ちょっと見ていくと、この懐かしい絵柄ね。まあ、そんなにまだ、さすがに情報は出てないんですが。こちら、ランマ2分の1完全新作的アニメの続報をお届け、7月17日水曜日に、大発表会開催ですよと。で、この新作的アニメっていうのがね、ちょっと非常に気になるなって話で。で、その PV の方でもですね、すごいこの敵っていうところをめちゃくちゃこう押し出してたんですよね。何なんだろうね。わかんないんだけど、まあ、でもいわばね、そのうるせえ奴らも、そのリメイクみたいな話だから、まあ、ある意味っていうところもあるし、で、汎用にゃしゃ姫に関してはね、もう完全に話ではあるんだけど、まあでも、もはやあれはね、犬やしゃではないみたいな、まあ枠組みではありますので、まあそのどちらでもないような形？でも今からランマ2分の1をやるとしてさ、完全にその、あ、でも、だからやっぱり、やっぱスタートから始まるよね。スタートから始まるけれども、俺らの知って、言っているランマ2分の1じゃないランマ2分の1パラレルワールドのランマ2分の1的なねものになっていくのかなと思うんですよね。さすがに今までね、もうやってきた、前までね、あったも完結したランマ2分の1のね続きを今から出すとなると、さすがにね、まあでも犬夜叉にもそれは汎用夜叉姫同じこと言えるか、いやわかんないな。完全新作的アニメっていうことは、まあ、リメイク寄りなのかなーって、なんかそんな気がしました。今、俺は。はい。で、17日水曜日18時から、ま、やりますよと、ちょっとね、17日、もう、これリアルタイムではね、ちょっと僕視聴できないなーって感じなので、ちょっとなーって、早いよ！も、まあ、早いよっていうか、なんか、もっと、あらかじめ言ってほしいよな。こういうのな。ちょっと思いました。で、これね、まあ、さっきも言いましたけど、X のね、
ライブ配信機能でやります。あ、で書いてあるね、豪華ゲストも登場し、作品の最新情報と、最新情報を続々と解禁します。うん、まあ、全てはこの日に、あと21日後だったかな、確か。ゲンマさんがやってるよね。はあ、ゲンマさんがやってます。21日後に、解禁されますのでご覧くださいと。うん、発表会でもまあ同じ話だね。いやー、楽しみですね。さすがにいつやるんですかね。まあ、ちょっと予想していきますと、まあ、これまでもね、まあ、とりあえず目安となるのが、うるせえ奴らと、汎用にやせ姫だと思うんですけど、うるせえ奴らに関しては、初めて、情報が出たのが、確か、2022年の1月1日。これもうすごい、元旦にねっていう、新聞紙一面をもう、ざっていたみたいな感じでね、公開されていたんですけど、でそこから第1期が10月に公開されましたね。まあ、大体10ヶ月ぐらい。19ヶ月ぐらいでね、まあ、公開までありまして、で、汎用の夜叉姫に関しては5月にね、まあ、キービジュアルみたいなポスターがね、バーンと公開されてからの、その同じ年の10月。だからもう5ヶ月、4ヶ月ぐらいで、めちゃくちゃ早いんですよ。すぐね、なんか放送まで行ってたので、まあどうなんすかね。そこら辺のやつ考えるとも似たようなもんなのかな。まあ少なくとも1年以内なのかなとか思ってしまいますけど、でも普通に考えたらね、まあまあかかるんですよ。普通は。で、新作的アニメ制作決定っていうところもちょっとね、気になる話で。これまではね、普通にアニメ化みたいな感じで言ってたのと、もうすぐね、すぐだったような気がするんですよ。もう同時にいつやりますよぐらいのノリだったような気がするので、まあ、もしかしたらね、まあまあ後になってしまうのかなとかも。けどもまあこれまでの高橋由美子先生の作品のまあ再アニメ化的な流れがね、犬やしゃうるせえやつらと来てますので、まあさすがにランマだけめちゃくちゃ後でするみたいな、そんなことも逆にないのかなとは思うので、同じ流れですという読みでまあ1年以内なのかなとか思ったりしますけど、まあ全ては何度も言うようですが、7月17日 X の方でね、まあ、YouTube とかではなく、こちら X アカウント、僕も忘れてなかったらね、 URL、動画のね概要欄に貼っときますので、楽しみにしましょうという、はい、そんな話でございました。ありがとうございました。